さすがだな。え、もしかしてヌラリとかそういうこと？誰？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。これは普通に投稿していくんかな。投稿しよう。おはよう。おはよう。一人逃してしまったけどおはよう。あ、もう一人逃したけどおはよう。とりあえず私だけにしておく。キャラクターが言わんと意味ないけど。ガガガガ。よ、なんか今日話しかけてくる人多いな。おはよう。ほら、なんかね、おはよう。一人も声かけてくる時もあるんやけど、え、今日めっちゃ多いやん。どうした？人気者。超人気者。もっと盛り上がるぜ、ワイワイ学園生活ってことで、今回もやっていきたいと思います。新たな展開の予感、宿舎で休んでみよう。お、早速休むんすか、マジで。あ、よう。あ、どうもどうも。どうした ?3 人も。めっちゃ来る。超休みに帰るね、じゃあ。ママだよ。1年生宿舎。行くですねー。はい。寝ます。お帰りなさいませ。今日はもうお部屋で休みます。ええ。ではおやすみなさい、また明日。なに？遅刻？なぜ？めっちゃ早い時間から寝たよ。なになになに、どういうこと？なぜ遅刻なんすか？え、びっくりびっくり、何が起きた？みんなめっちゃゆっくりゆっくり歩いて行きよるけどね。ちょっ！走り寄るの私らだけですけど。ほら、みんな冷静。おはよう。1時間ぐらい間違えとんやない。時間。はい、投稿完了。お、次のニュースです。何ニュース？昨夜、元 Y 学園風紀委員長の天海エルナ氏が会見を行いました。なんでニュースになったん？学園内のニュースってこと？これ、私天海エルナは日本から独立して国を作ります。え、そんな軽く？日本から独立して、やばくない？その名もきらぼし共和国。そんなふざけた名前の。というわけで Y 学園の敷地は全部きらぼし共和国ということになります。どういうこと、どういうこと、どういうこと？そんな勝手に日本やろ、ここ。そんな勝手に国切り離したりとかできるもん？なんだそりゃ。え、意味がわからない。独立だと。もちろん Y 学園も日本政府もあらゆる手段を講じて阻止しようとしたわ、うん、でもできんかったってこと？だけど、しようとした。各国の首脳陣が彼女の宣言を支持する意向を表明したの。意味わからん。どういうこと？何？みんな頭おかしいのか？おそらく事前に手を回されていたのだ。あ、そういうことなんか私たちには手が出せん。じゃなかったらね、何言ってんだこいつとしかならん気がするけど。彼女に従う風紀委員会の残党を連れ、力ずくで風紀タワーを占拠。また風紀タワー入ってた。妖怪ヒーローの変身を封じる装置をタワー内に設置したと通告してきたの。え、マジで？確か TJG と言ったかしら。 TKG みたいな。トランスジャミングジェネレーター。ほう。つまり変身妨害装置ね。これから先何もできんくなるやん。むやみに突入もできないというわけか。もう風紀タワー内では変身ができんってこと？ Y 学園の敷地内では大丈夫なんかな？打つ手なしってことですか？いや、今こそ我々は次のステージに進む時かもしれない。なんだ次のステージって？次のステージ？エイリアンとの戦いにおいてそれぞれがバラバラに戦っていては勝てない。うん、思いを同じくする者同士で結託し、まあね、奴らに対抗する力を集めなければ。何？でも学校が多いとかあるけん大丈夫じゃない？生徒会、学園マフィア、Y 県が垣根を越えて協力するということね。おお、なんか面白そうじゃん。より一層強大な力。ナイスアイデアだ、霧隠れくん。我々も全力で支持しよう。何？具体的には何をするんすか？ではここに進化した生徒会、地球決明生徒会の結成を宣言する。地球決明生徒会？ほう、別にわざわざ名前つけなくてもいいのでは。地球決デカ選手権。そんなことは言ってない。誰が参加するんだ？
それで何か策はあるのかね。まあね、名前キラボシ共和国攻略に向けて一番の障害はやはり TJG でしょう。まずはこれを何とかしなければ。だったらいいものがあるわ。もう建国されたの？建国されてここはもうその敷地内なの。これよ。敷地内？国内なの？それは？何？新しいウォッチ？ワイケンが開発を進めていた新たなガジェット UR ウォッチガイよ。ほう、ガイ、男の子用ってことかな。なんかすごそうな新ウォッチ来たこのウォッチの揚力ではなく外野エネルギーを使って変身するの。あ、その外、なるほど。だから TJG の影響は受けないはず外野エネルギー、ちょっと何言ってるかよくわからないんだけど。外野エネルギーって何ですか。いやね、なんか普通に言われたけど出てきてないよね。強い生命力を持った生命体が星と交信して生み出す特別な力よ。命あるものなら誰もが持つ力だけど、変身できる力を持つ者はほとんどいない。そんな特殊能力を持つ者が都合よく見つかるだろうか。うんうん、我々の中に使いこなせる者がいれば話は別だが。ふっふっふ、実はね。何、おるん？それなら心当たりがあります。お、この子本人じゃなくてもう操られてないけん無理、更新できんか。あ、ナユさん。なんかもうちょっとね、小バカにしたような感じの話し方に慣れとるけん。ガイアエネルギーを操れる人物に心当たりがあるというのなんかね、すごい冷静な話し方で来られたら戸惑うんやけど、はい、それは、マタロウさんです。え、そんな力持っとったん？マジで？実はなんか、一番平凡なところがすごい力を。マタロウさんには、本人すら気づいていない、とてつもなく大きな力が眠っているんです。じゃあマタロウの、あれか、新、フォームが来たということか。なるほどね。そこまでガイなんかーい。どんな感じになってくるんやろ。かっこよくなるかな。そろそろ姿を現したらいかがですか。何？え？え？何？え？怖い怖い怖い。ほうほう、え？私の存在を見抜くとは、アンドロメダオス星人の女。さすがだな。え？もしかしてヌラリとかそういうこと？誰？誰？誰？私はタイトロン星人。全然違った。誰？ティーダスと呼んでくれ。え、誰？どうして僕の体に？はあ。なんか前に言ったさ、ヌラリンが他の人間の中に入ってるみたいな言ったけど、それかと思ったけど全然違ったわ。前世のお前と衝突し、命を奪ってしまった。え？恋ではないにしろ。そこ知れず申し訳なく思っておる。たまたま当たってしまったんやね。その詫びとして私はお前の中に宿り道を示してきたのだ。宿ることによって復活したってこと？じゃなかったらそこで途絶えとったってことよね。じゃあ時々変なビジョンを見たり、たまたま運が良かったのも。あ、そっか、あの変なビジョンもマタロウが見よったんやっけ。そういえばの私の力によるものだそういえば強いやつが好きって言っていたバケーラが最初に取り付いたのは、ジンペイくんじゃなくてマタロウくんだった。そうやったっ。それって、つまり。全然覚えてないんだけど、そんな話ありました私の力に、無意識に反応したのかもしれないな。え、今度からこれの力を借りて、変身するようになるってこと？そのバケーラたちみたいな感じで。やっぱり僕がここまでやれたのは、僕自身の力じゃなかったんだ。あ、たまたまさえも自分の力ではなかったと。でもだったら、もっと力を貸して、僕を強いヒーローにしてほしいんだ。今までただのなんか学芸会みたいな感じやったけど、お前の体はまだ私の強いパワーを受け入れるだけの器を持っていないのだ。僕ではダメなの。器ムキムキにならんといかんとか。そうと決まったわけではない。要は 魂の器を広げればよい。魂ね。私の特訓を受け真のヒーローとなる力を身につけるのだ。ほう、ここで鍛えられる。お、こいつもあんまり話はまとまったようだ。外にはずっと期待しているぞ、玉田。は、はい。おー、なんかすごい活躍するヒーローになりそうな。マタロウ君に UR ウォッチガイを渡しておくね。うんうん、UR ウォッチガイを手に入れた。
すげえ、どんな感じになるんやろ、気になる。クウカ先輩、ありがとうございます。他のみんなも、それとジバ、お前にも解決してもらいたい問題がある。なんだ？あ、なんだ会長。ミケッティオのこと？ミケッティオについてだ。お、やっぱそうか。ああ、好きあらばジバ君の命を狙っておるからな。大変すぎる。いざという時に、もしミケッティオがトラブルを起こしてしまったら。一応今ね、普通にあのメダルセットして、命取りになりかね、ミケッティオを今のうちに和解を試みるべきだ。やっぱり仲間になったら小さくなるみたいやね。まあなんとかなるだろう。自分の命、言い方変わる。自分の命がかかっているというのに。ちょっといいかしら、あなたたちの耳に入れておきたい情報があるの。何、もうなんかいろんなことを言われて、最近私の頭が Y 学園の敷地内で怪しい影が目撃されるようになった。ほう、なんか常に怪しい影目撃されとる気がするけど、キラボシ共和国側の工作員である可能性が極めて高いわ。被害が出てからでは遅い。問題が大きくなる前に怪しい影の正体をつかむのだ。でもこういうのってさ、もうすでに向こう側が警告しとって、ここがその敷地内やとしたらさ、なんかいろいろ忙しくなってきたな。国に腹が鳴るぜ。国に対抗して大丈夫なもんな。陣平くん、腕ね。ではこれより地球決明生徒会の活動を開始する。おお。私、独立しちゃいます。その名はキラボシ共和国。で、キラボシ共和国への対策を進めよう。ジンペイ君、話聞いてた？僕がヒーローになるための特訓。あるけれども。そしてジンペイ君はミケッティを何とかしなきゃ。おお、そうだった、そうだった。太郎の特訓かな。そして、学園に潜んでいる怪しい影の調査か。どれも無視できない。重要な案件となる。確実にクリアしていくぞ。おる、ここに。やってやるぜ。おるおる。なに、さっき中に入っていきませんでした？ちょっとびっくりしたんやけど、普通に。じゃあここの、これがマタロウの特訓ってことよね。マタロウの特訓と、これなんやろ。これが人兵のやつかな。ちょっとまあいまいちよくわからないけども。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、じゃあ、マタロウの特訓を始めていくか。マタロウの特訓して、これで変身フォームが増えるということよね。